どうもアラヤンです。今回はシャーロックホームズチャプター1の事件、見えざる車種の攻略をご紹介します。比較的受注しやすい事件ですが、意外にクリアまで時間がかかるこちらの事件、捜査に行き詰まった方もいらっしゃるはず。早速参りましょう。まずは事件の受注場所です。事件の受注場所はここ。新聞社コルドナクロニクルの中で噂話をしている2人から受注します。少し離れた場所から聞き耳を立てましょう。正確な射撃、古代遺跡の中、目隠し、この3つのワードを選択して事件開始です。古代遺跡で両目を撃たれた男性が死亡、奇妙な事件ですね。早速首を突っ込みましょう。古代遺跡の場所はここ、グランドサライ南西です。古代遺跡に続く砂浜を進むと、葬儀屋の男性との会話が自動で始まります。選択肢は全て選ぶだけで OK です。決闘で男性が亡くなったことを教えてくれますが、かたくなに被害者の名前を教えてくれない葬儀屋。しかし旧市街の廃墟で昨年起こった同様の事件のことはなぜかペラペラと喋ってくれます。葬儀屋によると、昨年の事件の被害者は金持ちで新聞の一面に載ったそうです。古代遺跡に倒れている被害者の男性を調べます。目隠し、拳銃のグリップ、黒い薬莢とゼラチン弾、高い位置から撃たれた胸の傷、ポケットの鍵に描かれた鳥かご、被害者の周囲も順番に調べます。まずは地面に落ちた赤い布から、赤いゼラチン弾が詰められた薬莢、捨てられた目隠し、集中して足跡の向き、被害者の決闘相手は被害者に背を向けて立っていました。次は柱の向こう側の黄色い服、決闘者のスーツを入手します。石の台に置かれたものも調べます。クラブの戒律、決闘の宣誓書、石の台の横にはガンケースが落ちています。ゼラチン弾が詰められた黒い薬莢、ケースに書かれたウェブリー銃の文字、ケースの角の破損、最後に決闘相手が銃口を向けていた石壁を調べます。石壁の側面の赤いシミ、石壁の向こう側に落ちているレマット銃、レマット銃の弾倉。古代遺跡の事件がどのようなものだったかイメージできましたか？それでは事件の状況を推理しましょう。決闘相手の場所に石壁に向かって発砲する目隠しの男、被害者の場所に撃たれる目隠しの男、柱のそばに帽子の審判と2人の目隠しの男、ガンケースの場所に石壁に向かう審判、石壁の向こう側に発砲する審判、これが古代遺跡に審判と決闘者だけがいた場合の推理です。審判が犯人でない可能性もありそうですよね。次に審判と決闘者以外にも誰かがいた場合の状況を推理します。ガンケースの場所にケースを落とす帽子をかぶった審判、石壁の向こう側に発砲する何者か、目隠しとゼラチン弾を使った決闘を利用したと思われる今回の事件、審判が被害者を殺害した可能性と、無粋な第三者が実弾で決闘に割り込んだ可能性が出てきました。証拠、遺跡の決闘を固定してもう一度葬儀屋から事件のことを詳しく聞きましょう。ジョンの挑戦に決闘クラブの戒律に従うというものがあります。決闘クラブの戒律は3つ。 1. クラブのことを口外しない。 2. 常に射撃の腕を磨くこと。 3. 決闘またはクラブの会合での流血沙汰は禁止。1つ目の戒律、クラブのことを口外しないに従うために、ここでは決闘クラブの話題に触れない選択肢、要点に移ろうを選択します。被害者の名前を尋ねてもまだ堅くなに答えようとしない葬儀屋に、第三者による殺人事件の可能性を伝えます。証拠、遺跡の決闘を提示しましょう。ようやく教えてもらった被害者の名前はエーリヒ・フォン・ストーブ。市役所の記録保管庫で彼の素性を調べましょう。時代を英国占領時代、1800年代、登録を死亡、地区をスカラディオにして検索し、エーリヒ・フォン・ストーブの略歴を閲覧します。彼には妹がいるようですね。ついでに葬儀屋が言っていた昨年の事件を調べるため、新聞社コルドナクロニクルの記録保管庫に向かいます。時代を最近、新聞の欄を一面記事、
地区を旧市街にして検索すると昨年の事件の情報を入手できます。エーリヒ・フォン・ストーブの妹に話を聞くために彼の自宅へ向かいます。フォン・ストーブ邸の場所はここ、青いポストが目印です。邸内に入ると羊らしき人物が扉を見張っていて部屋の中に入ることができません。エーリヒの妹マグダは事情聴取のために警官を待っているそう。警察官の制服と警官の帽子で変装して再訪問しましょう。マグダの人物像を確認。血色が悪い顔、右胸の軟膏を塗った跡、右腕の最近できたあざ、左腕についた赤い塗料、左手の古い傷、スカートの裾の塗料、左胸の黒いリボン。古い傷と新しい傷が見て取れることからマグダが日常的に虐待を受けていたことは明らかです。虐待の被害者を選びましょう。会話の選択肢は全て選ぶだけで OK です。被害者のエーリヒに友の協議会以外の来客はほとんどなかったことが分かります。エーリヒの部屋を調べる許可をもらったことで邸内の調査開始です。部屋の中にあるピアノを確認。両親の写真、写真は表も裏も確認します。ドイツの作曲家の楽譜。次に庭で射撃訓練をします。ジョンの挑戦にあった血統クラブの戒律2つ目です。花瓶をすべて射撃で破壊しましょう。シャーロックは事件の捜査に来た邸宅で一体何をやっているのでしょうか。2階の廊下手前にある部屋はマグダの部屋です。彼女についても調べておきます。ドレッサーにある軟膏からはラベンダーと松の香りがします。どんな香りなのか想像がつきません。ベッドの足元にある丸い額縁の絵、マグダが銃の名手であることがわかります。窓際にフラスコが描かれた絵、タイトルは終末と創生。イーゼルに立てかけられた肖像画を調べます。エーリヒの肖像画、何かが混ざった絵の具、絵のそばの弾丸。それから2階の廊下奥にあるエーリヒの部屋に向かいましょう。一番目立つテーブルから調べます。借金の手紙、バーナビー・ボディントン卿の写真。写真は表と裏を調べます。ボディントン氏への手紙、クラブ本部190周年記念の写真、血統クラブの紋章を確認します。写真は表と裏を調べます。ドイツ公文書、ベッドのサイドテーブルに集中して燃やされた手紙の残滓を確認。手紙の残滓の横にプロイセン軍隊式体罰の本を確認。壁のそばの長机に集中して銃の箱がなくなっていることを確認。どうやらなくなった銃はレマット銃、事件現場で見つかった銃と同じ種類のものです。ベッドの横にある鞭を確認。ここで燃やされた手紙を化学分析します。化学分析は単純な算数です。落ち着いて計算してくださいね。エーリヒは日常的に妹マグダを虐待した挙句、数あるマグダへの求婚の手紙を燃やし、ボディントン氏に嫁がせるつもりだったようです。政略結婚というやつでしょうか。ストーブ兄弟の関係がぼんやりと見えてきましたね。証拠、マグダ・フォン・ストーブの証言を固定し、エーリヒの部屋の前にいるメイドに話を聞きます。事件の日マグダは家を出ていないという使用人たちの証言を得ました。1階に戻ってマグダの部屋も物色したことを本人に伝えます。提示する証拠は燃やされた手紙、銃の箱がなくなっている、ボディントン氏への手紙、黒い絵の具のサンプル。マグダはエーリヒの取引によってボディントン氏に嫁がされる予定のようですね。ボディントン氏がどのような人物なのかは想像に難くありません。証拠、目隠しをした男性たちの写真を固定し、フォンストーブ邸そばの広場に向かいましょう。モニュメントのそばで片手に持った本を突っ立ったまま読んでいるいかにもな貴族の男性に話しかけます。グランドサライ南部の貴族の屋敷に写真と同じ紋章があるという情報を入手しました。事件の情報がないか確認に向かいます。紋章がある貴族の屋敷の場所はここ。ここが写真の場所、見えざる血統クラブということですね。事件現場で拾った血統者のスーツに衣装を変えて屋敷に突入しましょう。ロビー左側の扉をくぐって地下へ向かいます。部屋に入ると血統クラブのメンバーが襲いかかってきます。
ここでジョンの挑戦にあった血統クラブの戒律3つ目、流血沙汰を起こさないを達成するために、ここでは誰も殺さずに逮捕しましょう。戦闘が終わったら地下室の探索開始です。まずはソファーの横のテーブルを確認。電報の束、マリリン・シュナップスのボトル、ボトル横のグラス、足元で割れたグラス、扉の横のサイドテーブルも確認。見えざる血統クラブの歴史、血統用の弾丸、サイドテーブルそばの地図、部屋の中央にある装置を確認。血統の練習用のものでしょうか。証拠、クラブの他の会員を固定し、人型のターゲットのそばにあるランプを確認。ランプを動かすと現れる隠しスイッチを押しましょう。隠し扉の奥にいる男性の元へ向かいます。大層な仕掛けを作ったものですよね。人物像を確認。左目の義眼、胸元の優勝者の記章、右腕の赤いシミ、左手の印象指輪、右膝についた土、視力が弱い彼は血統の審判ハインリヒ・フォン・クラム、事件の貴重な目撃者です。彼から情報を聞き出します。会話の選択肢は次の順に選びます。もう一人の参加者はどこだ、遺跡で何があった、次に何があった。ハインリヒから事件の状況を聞き出したら証拠を提示します。借金の手紙、1879年、コルドナクロニクル氏、ある程度情報を聞けたところで、いつも通り部屋の中を物色です。銃のケースの上の写真、棚の上の本、金庫の上の手紙、表と裏を確認することで証拠、個人的な手紙を入手。エイリヒとハインリヒの政権争いが明らかになります。机の上のルーペ、絵の下の音声、その隣の展示、ピアノの上の鏡像、ピアノの上の写真、写真は表と裏を確認します。ピアノの横の新聞、ピアノの横の扉をくぐり、銃のケースに集中して行方不明の銃を確認。扉の横のクラブの来客名簿を確認。ハインリヒともう一度話し、血統で他に気づいたことがあるか聞きましょう。ハインリヒは子供の頃から視力が弱かったせいで他の感覚が発達しています。事件当時、植物の香りがしたと聞くことができました。さらに証拠を提示します。軟膏の箱を選択し、事件当時マグダの軟膏と同じ香りがしたことを聞き出します。他に提示できる証拠はこちら、個人的な手紙、行方不明の銃、レマットの回転式銃。ハインリヒとエイリヒは仲が良かったわけではないようですが、ハインリヒがエイリヒを殺害するようには思えません。それよりも怪しいのは、ハインリヒが事件の際に確認したという、事件現場にいるはずがないマグダの軟膏の香り。犯人は間違いなく彼女です。問い詰めに行きましょう。容疑者の糾弾パートでは3つの証拠を間違えずに選択する必要があります。犯行の手口または凶器はレマットの回転式銃、犯行に及んだ機会はフォン・クラム氏の証言、犯行の動機は人物像マグダ・フォン・ストーブ、なぜか突然正直に話し始めるマグダ、ここまでしらを切り続けてきたのは一体何だったのかと思わせる態度は、人情ものの刑事ドラマを彷彿とさせます。しかしこれまで虐待という苦痛に耐え続けてきた彼女、ボディントン氏に売り渡されてからはさらなる地獄が待っていると嘆いています。彼女に同情するなら、君は自由だを選びましょう。警察に引き渡さずに彼女を逃がすことで、今回の事件は決闘の末の事故死として扱われることでしょう。ジョンも満足ですね。殺人なんて許せるわけないだろうという方のために、警察に引き渡す選択肢もご紹介します。選択肢、見逃すことはできないを選びましょう。突然人が豹変し、鬼の形相でシャーロックを睨みつけるマグダ、この表情を見ると彼女は警察に逮捕されて正解だったのではと思ってしまいます。さらに今回の事件、ハインリヒに罪をなすりつけることも可能です。事件の証拠は明らかに彼を犯人ではないと告げていますが、エイリヒを殺害する動機はそれなりにあるハインリヒ、逮捕は免れられません。彼を犯人に仕立て上げる際の3つの証拠はこちら、犯行に及んだ機会は遺跡の決闘、犯行の動機は
個人的な手紙。犯行の手口または凶器はレマットの回転式銃。ハインリヒの偉そうな態度にうんざりしていたという方は、ぜひこちらのエンドに進んでみてくださいね。いかがだったでしょうか。この動画が皆様のシャーロック・ホームズライフに少しでもお役に立てれば光栄です。事件が進められなくて助かったという方はチャンネル登録を、少しだけ参考になったという方は高評価ボタンを押していただけると励みになります。ラベンダーと松の香りの軟膏を知っているという方はぜひコメントで教えてくださいね。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。